これから僕の私の SDGs の発表を始めます。ここの中庭にはブランコや鉄棒などの遊具があります。ここの3個の建物は左から順に自然教育場、マクドナルド、発電所の3つの施設です。どれも SDGs のいろんな目的を含んでいます。あとこの建物のこの2つの塔は横についているここの外に外周の途中から登って上に行きます。これで僕の私の SDGs の発表を終わります。